じゃあいただきます。肉、これだけの肉だよこれ、すごいよね。いただきます。うまっ、この肉すごいうまい。今回はワシントン DC の街中でフードイベントが開催されておりましたので、そちらで食べたお肉のサンドイッチです。こんにちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年9月の24日火曜日です。これからワシントン DC 観光行きたいと思います。まずはですね、先ほど宿に行くまでに見つけるこのシティセンター DC という場所、こちらでですねお昼ご飯を食べたいと思います。今の時間が11時56分ちょうど、お昼ご飯時ということで、ティーヤとかサラダ、それからジュースもあります。冒頭のお肉のサンドイッチの動画は後ほど出てまいりますが、まずはこういった試食コーナーなどもありましたので、こちらを試食させていただきたいと思います。試食いただきました。試食にしてはこれだけ綺麗な盛り付けがされた料理です。すごい、これだけ美味しそうなものを試食させてもらいます。ちょ、なんだろうこれ、これキノコ系かな、キノコっぽいな。いただきます。うん、キノコだ、うまい。うん、なんだろうな、じゃがいもみたいな、この近くのなんだったらじゃがいもみたいな。続きましてこちら、どうやって食べていいのか全然わかりません。なんかパパみたいな感じだな。いやー、僕の癖じゃあ、いきます。うまい。今の普通は一口で言っちゃダメな感じだよこれ。切ってワインとかでね、一緒に飲みながら食べたい感じだな。試食でこれだけ食べるとよかったです。グッドポーズ。果たした。いや、今の試食であれだけのものを食べて、なんかテンションが上がりました。なんか高級フレンチを食べてるかのような試食で美味しかったです。だからだいぶテンションがね、上がって、なんかワシントンの観光の先行きが良さそうです。ピザは大行列です。こんなに並んでます。でもね、やっぱりピザ、あそこの奥で窯があって、あの窯の中で焼いてるのを見たらですね、みんな食べたくなっちゃいますよね。いろいろなお店が出ておりまして、何にしようか迷っているんですが、このピザは大行列ができておりましたので、諦めました。行列ができるのはすごい行列ができます。パンが焼いてるんだ、パンを焼いてる。すごいね、クラブケーキだって。クラブケーキサンドイッチとジャンボラム。いろいろ美味しそうなお店が出ていたんですが、こちらのサンドイッチを食べることに決めました。動画も撮らせてくれまして、すごく新鮮でした。イタリア料理屋さんで、この日はこのイベントに出店しているようでした。びっくりしたのはこちらのサンドイッチ、ソースをかけてチキンカツの量がすごいです。はい、どうも。おー、こんないっぱい飲むんだ。おー、あとチーズ。これはすごい。あの真ん中のあれでしょ、ビーフ。ああ、じゃあ、いいです。ポーク、yes, ポーク、プリーズ。Porchetta, italiana. Bravo, amico. Quiero irme a Hong Kong. Oh, ecco. This? The plain pork. Thank you very much, Joy. What? Yeah. Which one would you like? Ah, yeah, you should. Pork? Pork, yes, pork one, please.Thank you much.
Thank you. Cheese. This is all the meat. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you guys. Enjoy. Thank you. Lemonade. Ah, lemonade. Herb lemonade.あ、本当だ。ハーブのいい感じ。おいい感じのレモネードも少し。続きまして、こちらが今回買ったポークのサンドイッチです。さっき見ていただいたかと思うんですが、これだけお肉がいっぱい入ってます。じゃあこちらをいただきたいと思います。親切に切ってくれた蜂が飛んでます。蜂が飛んでおります。ちょっと蜂が飛んでいて、これが気になりますが、じゃあいただきます。肉、これだけの肉だよ、これすごいよね。いただきます。入んないよ、これ。じゃあ、いただきたいと思います。このお肉をいただきます。うん、うまっ。このお肉、すごいうまい。これはうまいね。ワシントン DC の真ん中でしょ。お肉だけでもバクバクいけるよ、これ。肉すげえいっぱいだから、お肉だけ食べても全然残らないぐらい、お肉もったいなくないぐらいお肉ばっかり食える。うん、まっ、この肉ですよ、これ。うまいな、このお肉。うまっ。これね、肉がね、こんだけ食べれるとね、本当ね、もうなんかアメリカ来たって感じというか、もう幸せな感じだな。アメリカ来たっていうのはちょっと無駄に言い過ぎだけど、偶然にもこんなにね、美味しいサンドイッチが食べれるとは思いませんでしたよ。これマジびっくり。ほんとここの店ですよ、ここの店。まだここね、並んでないのがおかしいぐらいだね。じゃあこのまま食べ過ぎます。うまい。うん、肉だけ最高。これさっきの2つで10ドルなんですね。2つっていうか1本で10ドル、それを半分に切ってくれて2つになってるんだけど、まあ1本だとしたら5ドルじゃないですか。日本でこれを500円とか600円食べてもまず無理だと思うんで、これはすごいですよ。お得な感じですね。本当にうまい。これ見て、これ分かるかな、このお肉、パンの上にソースがかかっていて、その上にお肉が入ってるんですよ。これここの一番美味しそうなパンの部分とお肉の部分が全部が混ざったところ、いただきますよ。うん、ようやくグッドポーズ。ちょっと今なんか炎上しちゃったような、食べるときな。炎上しちゃったけど、まあいいや、美味しかった。食べ続けます、カードは。やっぱりね、いつも同じこと言うけど、肉はどうしても食べちゃうな。後ろのセンターコート DC って書いてあるこちらのフードコート、フードコートっていうか昼間しかやってないんだろうね、このフードコートみたいなところで食べました。いつもやってるのかな、よく分かりませんけど、まあ、食事もしてこれで元気も出たんで、この後ワシントン DC 観光をしたいと思います。夜野球見に行きますんで、それまでの、まあ、大体5時間ぐらいって感じになりますかね。5時間ぐらい観光したいと思います。